勝負谷山は、福井県三方郡三浜町にあり、野坂山地に属する標高856メートルの山。三浜町新城にある、関西電力例南辺電所の東約2.5キロメートルにあり、国土地理院の2万5000分の1地形図では、三方及び、宅地に含まれているが、地図上に、山名は表示されていない。山頂には三等三角点があるが、 樹木が茂り展望はない。環境省の植生調査によると、勝負、谷山の北側から東側の一帯は最も自然度が高い、植生自然度級の森林が福井県内で最も広範囲に残されている地域である。稜線付近にはブナを中心とする自然林が広がって、ブナの巨木が点在し、臨床には岩鏡や岩内輪の大群落が見られる。 また、北東の高森谷には、カツラ土地の木沢ぐるみなどの巨木が多数あり、幹回り5から12メートルの桂つら15本が、高森谷の桂巨木群として、環境省の巨樹巨木林データベースに登録されている。事業実施想定区域と、風力発電機の設置想定範囲東京都に本社を、く株式会社グリーンパワーインベストメントが、 勝負谷山とその北東の足や山から伸びる尾根筋一体に、ローター直径約100から140メートル、最大高約140から190メートル、単発出力約3400から4200キロワットのプロペーラ型風力発電機、約20から25機を設置し、総出力最大10万5000キロワットの三浜新城、ウィンドファームと呼ぶ。 風力発電所を建設しようとしている。北側の横谷川から高森谷を経由して登る、ルート、西側から送電線の巡視路を利用して勝負、谷山の南西尾根を登るルート、南側の泡原関所跡付近から黒谷山を経由して勝負、谷山の南西尾根を登るルート、同じく南側で泡原関所跡の東の谷沿いに、ある林道を利用し勝負、 谷山の南東尾根を経営して登るルートなどが使われているが、いずれも整備された登山道ではない。ありがとうございます。